奈良県第3区は日本の衆議院議員総選挙における選挙区1994年の公職選挙法改正で設置2017年の区割り変更により4区が廃止されたことに伴い94区の全域及び93区の区域のうち柏市、四季郡、北葛城郡以外の区域が新しい区域となっている2017年の区割り変更前は 以下の区域であった。大阪府に隣接し、ベッドタウン化が進む地域であるが、伝統的に保守が強く、自由民主党保守派の重鎮で、法務大臣や文部大臣を歴任した、奥野聖介が持つ固い地盤として知られた。息子の奥野新明が接収した後も、自民党の強い状態が続いたが、2009年の総選挙では、民主党の吉川正茂に敗れて、 比例復活もできずに議席を失った。2012年の総選挙では再び奥野が勝利し、吉川は3番手に沈んで落選した。第48回衆議院議員総選挙奈良県第3区解散日、2017年9月28日、投票日、2017年10月22日当日、有権者数、36万9148人、最終投票率。 55.50%第47回衆議院議員、総選挙奈良県第3区解散日、2014年11月21日、投票日、2014年12月14日、当日有権者数、29万1571人、最終投票率 53.、53.75%第46回衆議院議員、総選挙奈良県第3区解散日、 2012年11月16日投票日2012年12月16日当日有権者数29万1732人最終投票率62.27%第45回衆議院議員総選挙奈良県第3区解散日2009年7月21日投票日2009年8月30日当日 有権者数、29万935人最終。投票率 71.、71.85%第44回衆議院議員。総選挙奈良県第3区会散日、2005年8月8日。投票日、2005年9月11日当日。有権者数、29万220人最終。投票率 69.、69.97%第43回衆議院議員。 総選挙奈良県第3区解散日、2003年10月10日、投票日、2003年11月9日、当日有権者数、28万8千1 0 10人最終、投票率 62.、62.23%第42回衆議院議員、総選挙奈良県第3区解散日、2000年6月2日、投票日、2000年6月25日当日、有権者数、 282,425人、最終投票率 60.、60.82%第41回衆議院議員、総選挙奈良県第3区解散日、1996年9月27日、投票日、1996年10月20日当日、有権者数27 1, 人、271,255人最終、投票率、65、34%、ありがとうございます。